本動画で紹介するのは菅野美穂さん、1977年8月22日生まれ、 AB 型、埼玉県出身。2023年公開の映画仕掛け人藤枝梅安に出演されていますね。1992年バラエティ番組桜っ子クラブの番組内ユニットのオーディションに合格して芸能界デビューします。1995年 NHK 連続テレビ小説走らんかの準主役に抜擢。1996年イグアナの娘で連続ドラマ初主演し、演技力が高く評価されます。1997年君の手が囁いているで聴覚障害者が困難を乗り越えていく様子を演じ、人気女優としての地位を確立しました。その後はアルジャーノンに花束を、大奥、働きマンなどに主演。アルジャーノンに花束を、ワイマナを語り継がれる名作ですね。2000年には主演を務めたドラマ愛をくださいの蓮井朱夏名義でリリースしたズ愛をくださいが50万枚を超える大ヒットを記録します。1997年8月22日20歳の誕生日にヘアヌード写真集ヌーディティを発売。記者発表の席で涙を見せたり、週刊誌を批判したりする騒動も起きましたが、かなり攻めた内容ということもあり、写真集は54万部を超えるベストセラーに。プライベートでは共演をきっかけに交際していた俳優の堺井雅人さんと2013年4月2日に結婚。2015年に長男、2018年に長女を出産されています。バラエティ番組に積極出演する女優としても有名で、スマップとの共演も多く、アドリブやギャグで笑いを取ったかと思えば、ほんわかした雰囲気であどけない笑顔を振りまいていることもあり、お茶の間からも人気でした。現在は育児が忙しいためか、ドラマなどの出演は控えめですが、また以前のようにドラマ、映画、バラエティでの活躍を期待しちゃいますね。本チャンネルでは女優、タレント、モデルさんなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。